はい、どうも、エルザです。それではアンチャーテッドやっていきたいと思います。あの中を通っていけそうじゃない？よし、いい案だ。あげるの手伝って。よし、下を踏め。侵入するということで。いいか。OK。よし、下に置こう。うまくいくかどうかだよね。さあ、報酬解除と。まあ、クエスト。まあ、チャプタークリアで出るやつかな。向こう側に出口があるみたいだ。向こう側ね、あそこか。だから特になしと。ちょっと大丈夫？どう見ても押し込めばよかった気はするんだけど。あの窓から外に出られるんじゃない？どうやって登る？まあ車を動かす感じかな。ギアをニュートラルに入れれば多分動かせる。俺が押すハンドル。そう、車を動かして、まあ順調にはいってるけど、どうだろうね。あとどれぐらい？あともう少し。その調子。キーはもちろん探したんだよな。その調子頑張って。よし、登るから動かないよう押さえてろ。押さえてろ。早く急いで下がってる。なるほどね。ダメ、これ以上限界かも。くそ、痛かったぞ。めっちゃ指痛そう今の。さあ、隠密っていう感じだけど、どっかな。さすがにここまで何もないのもっていう気はするんだよね。うわ、でかい飛行機だ。おお、飛行機あるね。もう少し待て、今ドアを開ける。ちょっと気をつけ。向こう側から声が聞こえてくるんだけど。そうか、敵とご対面か。あそこかな。あ、おお、意外と大丈夫だったね。危な。よし、これで OK。こっちで行こうか。サプレッサーは特に意味はなかったね。特にそれは爆発しないか。よし、入ってねー。さあ、よし、これで OK。そっちは？当然無事だぜ。同じ手使う？ああ、さっきと同じ手で行こう。さ
さあ、それも使いたいけど、ちょっと銃を。銃をちょっと欲しいね。弾がないからね。意外と動かない。下がってる、下がってる。おお、やべえ、いっちゃう。マジか、やべえだろ。マジで超やべえ。あ、伏せて。どんだけ当たり判定ないんだ。これは当たるんだよね。不思議だね。まあとりあえず開いたからいいんじゃないかな。こんなもんか。じゃあそこ登りますか。いや、さすがにか。ここではない。ああ、こっち側ね。こっちだ。はい。うそ、一体何人いるわけ？多すぎる。できるだけ静かにしてここを抜ければいい。静かにね。誰だ、クソ、見つかったぞ。え、マジで？今ので見つかる？ああ、奇襲が台無し。急いで片付けましょう。あー、やっぱ当たり判定ないんだね。来るぞ。さて、そうだね、当たり判定がないね。意外とないね。今度は何？当たった、やった、当たったね。うん、これ取って取って。こりゃ使える。おの、ちゃちゃ、うん。ね、見つかった状態からでしょ、どうせ。よし、これで OK。 ありがとう。いた、うん、たいね。俺がや
これダメや。当たり判定なしか。どこ？よし、ついてこい。いた。こんなもんか。はあ、まあ、静かにはいけんね。もう着きそうよ、あの屋根の向こうよ。了解。もう着く？いや、確かに着きそうではあるけど。あとは乗り込むだけだな。ええ。じゃあ、俺が先に登って引き上げる。了解。見張っててくれ。分かった。あ、ちょっと、何？エレナ、聞け。ねえ、あなたいつもそうやって。エレナ、頼む。正直に言う。これはマジで危険すぎる。今までも散々。でも一緒に。もう何も失いたくない。あのジープでここから逃げるんだ。早く行け。時間ないわよ。行って。ここからは一人っていうわけではないが、あーやばいね。おー、バレた。上、なんでこの当たり判定は。おー、マジか。
やーこれ不利なんじゃない。お降りちゃうぜ。ライト待って。ねえよ、お前も好きだな。そうね。タイヤに寄せてくれ。気をつけて。よし、そのまま避難だ。あっちだ。さあ右だ、こっちだ。もう少し寄せろ。さあいい感じだ。よし、そうね、早く。お、これで17潜入と。ちょっと中お邪魔しますか。いやおー一体何がくっついてんだ。おお。ありがとう。よしよし、タイミング見て、弾切れ。
パラシュートも何もないけど、このよくわかんないけどこれに、よし、マジか、おお、あった、おお、おお、助かった、危なかった、いやー、マジか、おい、これはやばい、普通に事故だよね。空気のあるルヴァールハリ、チャプター18ですね。さあ、こっからどう移動するかだよね。オギ、どうしよう、焦るの俺、とにかく落ちた輸送機に何かあるかも、水はあるかな、何かある、さあね、とりあえず食べ物とかだけでもあると、行きますか。いやー、オープニングやったねいやー、ある意味疫病神だよね、ここまで来ると。おお、シルエット動かせるね、水がないとだいぶだけどな。銃だけ持ってる。あ、一応、降りることはできないんだね、滑ってね。ちょっとずつちょっとずつ、結構いい感じで進んできたんじゃない？よし、砂は嫌いだ、とにかく水を探そう。で、水を飲みたい。あれはオアシスか？蜃気楼？どっちだろう？いや、なんか、あ、井戸か。へえ。ありがたい。その井戸が水があるかどうか別としてね。冷えてなくていいから。スナックか。冗談だろ。じゃあさらにどうしよう。進んでいくか。
よし。どこにいるサーリー？どこにいる？どこだろうね。頼むよネイト。あれはオリオン座、あれが北斗七星。くそ、海軍に入ればよかった。北斗七星見つけて小熊座のところ行くとそのまま北へ行けるからね。それだけでもいいと思うんだけど。俺は誰と話してるんだ。幻覚が見えてる。それでもちょっとサリーのところに向かってみるか。助かった。いや、蜃気楼だろうね。幻覚か。あれはなんだ。あれ？いやー、やばいね。確実に蜃気楼ですな。歩くぞ。歩くぞ。このしがみつく根はこの砂利からどんな枝が生えてくるのだ。待てよ。人間の声をお前には分かるまい。あれはお前には壊れた偶像の山だけ。井戸だ。太陽が照りつけ枯れ木には木陰すらない。コオロギが慰めにならず乾いた石からは水音もなし。クソ、ぐるぐる歩いてただけだ。クソ、畜生ネイト。間抜け。やばいね。ひたすら、あの木陰にだけでもちょっといかんとね。ただこの岩の下には影がある。赤い岩の下の影に来なさい。いや、砂漠はね、水分ないともうダメだからね。違うものを見せてあげよう。明け方背後を大股で歩く影でもなく、夕方背伸びしてお前を迎える影でもない。ひとつかみの死の灰でお前に恐怖を見せてあげよう。砂嵐か。そうなんだよね、昼間はすごく温度高いんだけど夜もそれだけ寒くなるか、寒暖差がすごいんだよね。俺ただ何てこって横になりたい。とにかく横になれない。ネイト、サリー、ネイト、サリー、起きろ。助けてくれ。さあ、手を貸せ。ずっと探していたんだ。見つからなかった。どれだけここにいたんだ。そう、サリー、サリー。そしてまた一人か。俺がやる。
俺はやる。サリー、今行く。サリー、もうすぐだ。サリー、助かった。あれは、あ、銃もない。あらら。いやー、とりあえず水分。あれはなんだ。この砂漠の中に一箇所だけあるっていうのがね、また。さあ、着くのか。あれ？あれ、蜃気楼。蜃気楼だったとか、そんなのなしだぞ。いや、そんなことないね。あ、くそ。ゴーストタウンか。19、砂の集落。見てみよう。幻影じゃない。そう、とりあえず何かあるかもしれない。ここ通ってみよう。これいけるか。よしよしよし。おー、崩れた。やっぱ脆いか。そりゃないぜ。本当だよ。さあ、あ、やった、井戸だ。やった。いやー、井戸だ。おお、井戸だけど水がない。ないか。やっぱ顔いい。いい感じ。いや、ちょっと湧いてたね。あ、くそ。ダメだ、飲めない。飲めないか。諦めろだ。あれ？あら、そういうことじゃなくて？あ、こっちね。おー、やっと登れた。さあ、他に水は。何か使うものはないのか。使えるもの。瓶ぐらいしかないなあ。あれ、ここは？おっ、くそ。どれだ。いきなり敵か。オーケー、銃がいる。銃はいるね、確かにね。無理だ。こりゃ使える。ここでマーロンの手下が何をしてる。当たり判定ないのが腹立つな。
やばいやばいやばい。よし、回復すればなんとか。やめろやめろ。当たり判定なさすぎ。よし、もう一度行くぞ。ふう。こっからやね。輸送機を探すよう指示された。なんで当たり判定がないんだって。だから こんだけ撃っててだからね。とりあえずこれで。どっかから出られるはずだ。いやーでもあの無敵時間長いな。いけ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 。無敵時間長いって。あくそ。なんなんだよこの展開は。さあ、決定。いやー、この展開は嬉しくない。このアホどもうんざりだ。いひやったぞ。ダメダメダメ。それはきついっていくらなんでも。
追い出せ。ええ、なかなかですな。やべ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 。弾がないんだよな。いたいたいた。卑怯だな、その入り口で待つの。待て待て待て、回避行動がしたいだけなんだって。あーもう。よし、スーパーマンすぎるだろお前。いいぞ。スーパーマンすぎるっていくらなんでも。いいぞ。いやいやいや、あかんあかんあかん、スーパーマンがそりゃ強すぎるわ。おい、お土産は喜んでもらった感じやね。よし、そうなったら、ああ結構奥もいたんだね、なんだかんだね。たまげっちゅの、これでいくか、とりあえず。さあ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 。ん？あ、横。それ絶対頭出してると危ないよね。またかー、多分。いやー、どうだ？あんまりって感じだね。今のが最後だといいけど。うん、本当だよ。あれで、いやー、やっぱダメか。おい、あれどこから来た？やばいやばいやばい。いくらなんでもさ、はい終わり。いい、痛い。はあ、なんだあれ、全然じゃん。待て、あんなスーパーアーマーつけられてたら無理だって。いくらなんでも、記憶せえなぁ。痛い。
いやーそれはいかん。マジで。強すぎるって。いや、もっと楽に行きたいもんやけどね。マジで熱い。水分が欲しい。ないと思うんだけど、スナイパー正面にスナイパー、やば、おいおい大丈夫か。いやもうダメだね、とにかく追われてなきゃ。とりあえずやばいやばいやばい、これは足りるかな。ロケットだ、任せろ、門を突破する。あ、これは味方か。まあなんとか助かったって感じだね。いやー単純に辛かった。遠くに来たなアメリカ人。シュクレン、来るところではない、この場所は。なぜ助けた？なぜ他の奴らみたいにやらなかった？殺してしまうのは失礼だ。君は疲れていた。敵とて食い物と寝床は必要だ。君はこの私の敵かな？ネイトだ。ん？俺の名はネイトだ。サリームだ。この部族の王者だ。実はな、サリーム、助けてもらった上申し訳ないんだが、馬を貸してくれ。お礼にあげられるものもないが。一人でイギリスのキャラバンを襲撃するのか？知ってるのか？
2日前から偵察のものをつけている。何しに来た？なぜイギリス人がルブアルハリに？失われた古代都市を探してる。イラーム・オブ・ザ・ピラーズ。奴らは俺の仲間を取った。都市の場所を知る男だ。都市が見つかれば彼は用なしになり殺される。都市が見つかればみんな死ぬんだ。今から3000年前、ソロモン王は精霊の力を利用していた。煙のない火から生まれた魔物たちを操っていた。何かが起こり、王は魔物たちを真鍮の容器に閉じ込めて封印した。都市の奥深くに。イラームは邪悪な都市だ。苦しみ、もだえる悪霊たちによって呪われている。あの地にイギリス人を行かせてはならん。もし呪われた力を解き放ったら。急いで奴らを追わないと。そうだ。だが相手は大部隊、正攻法では勝ち目がない。今晩は休め。明日谷に入ったところを奇襲する。夜明けに立つ。さあ、チャプター20、キャラバンを追ってということで、ちょっとね、切り替えんでこの辺りにしましょう。まあだいぶ攻撃が激しくなってきたけど、敵もやっぱ強いねということで、今回ここまでにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。